演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマックの蒸し鶏とこんにゃく麺のサラダを食べたいと思います。こういう風に出て下の方にこんにゃくとは思えない黄色いサラダが麺が入ってますね。これは美味しそうです。では、はい、準備終わりました。ではいただきます。さっぱりとした味わいとこんにゃく麺の弾力ある麺、食感がよくとても合っていました。皆さんもシャキシャキ、蒸し鶏もほのかな食感もしっかり、とっても美味しかったです。ただもうちょっと麺も野菜も欲しいかなと思ってしまいましたので、こちらの点数でさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。